ローフォードジャース、ヤクルトと複数年契約。ヤクルト戦を飲み干す大谷。あんなもん、大谷に飲ますなよ。大谷ヤクルト移籍あるか。怪我人続出するぞ。ヤクルト村上を獲得して、移籍金で返せよ。アウトマンが開幕アウトマンになってまうやん。さらによく眠れるようになるね。大谷の人体が危険だ。ヤクルト世界中で売れるからな。アメドラ見てると、たまに、ヤクルトの自販機出てくる。山田と村上の高額年俸を、親会社が払えるぐらいに儲かってる。あの二人を借りようとしたら、逆に村上を借りパクされる模様。ロジャースは高いから、すぐに契約ってわけにいかないって、記事読んだことあるんだが、大谷効果は、それを超える魅力があるのね。ヤクルトが、外国人獲得に強いのって、こういう海外での知名度の高さもあんのかな。ご視聴ありがとうございました。